コーストラインはスリランカの鉄道の一つである。コロンボからゴールを経由しマータラやベリアッタを走行する。さらにハンバントタを経由しながらカタラガマまでの延伸工事が現在進行中である。カルタラからマータラ間を最大速度時速1 0 0トルで、マータラからベリアッタ間を最大速度時速1 2 0トルでの走行を実行しており、 スリランカ国内最高速度で走行している路線でもある。コーストラインはマラダーナ駅を起点としコロンボ港を通って行き、ほとんど西側の沿岸に沿いながら、南方面に向かって走る。そのためほとんどの西側沿岸の景色はよく見渡せる。パナドゥラを通り抜け、やがてカルタラに着く。カルタラから先、コール駅でスイッチバックを行い、マータラを経由して、ベディアッタまで向かう。 マータラからベリアットまでの区間は10%が高架橋で建設されており、途中にはスリランカ最長の鉄道トンネルやスリランカ最長かつ最も高い場所にかかる鉄道橋が存在する。コーストラインはメインライン、マータレイラインの次に建設された3番目の鉄道線である。建設はコロンボ側から行われ、1877年3月1日に、 モラトゥアまでが開通した。その後延伸工事が続けられ、同年9月1日には、パナデュラまで、1879年9月22日に、カルタラまで、1890年には、アルトゥガマまで、1893年には、アンバランゴダまでが開通した。その後も建設は続き、1895年12月17日に、マータラまでの全線が開通した。 現在中国輸出入銀行の融資によって、マータラからカタラガマまでの延伸工事が行われており、2019年1月6日にはベリアッタまでの 26km が開業した。マータラからベリアッタまでの区間の建設費は27億8200万 US ドルで、ある。公式サイトによると主要な駅は以下の通り、フューチャープランズ。 www.railway.gov.lk.2019 年7月30日閲覧。ab, メイデン・ボヤージュ、オン・ザ・マタラ、ベリータ・レール・ロード、スリランカ・レーテスト・ニュース。スリランカ・ニュース・ニュース・ファースト、2019年7月30日、閲覧。スリランカ、セイロン・レールウェイ。https:// ランカ .com。 2019年8月2日閲覧。ジャウニア・オブザーバー、サンデー・オブザーバー、LK スリランカ。アーカイブズ、サンデー・オブザーバー、LK2019 年8月3日閲覧。ステーション・ディテールズ、www.railway.gov.lk.2019 年9月13日閲覧。ありがとうございます。